皆さんこんにちは、ミーレジェンド大林です。今回は筋トレでつけた筋肉は使えないのかということについて私の見解を解説させていただければと思います。筋トレしてるとたまに言われるんですよね。見せ筋じゃんとかね、それ使えるのとかよく言われるわけなんですよね。で、こうスポーツ界でもそれに似た議論ってやっぱり起こったりしていて、有名なのはね、イチロー選手が私はもうウェイトトレーニングはしないですと、ライオンはトレーニングしないですよねなんてね、そういう発言があったりして、スポーツにおいてもウェイトでつけた筋肉は使えないっていうふうに主張する指導者もまあまだまだいたりするわけなんですよね。で、その辺についてこう私がどう考えているのかっていうことについてお話をさせていただければと思います。結論から言いますと、確かにですね、筋トレしただけでスポーツのパフォーマンスが上がる可能性は低いんですよ。だからといって筋トレでつけた筋肉、ウェイトトレーニングでつけた筋肉は使えないということではないんですよね。どっちかというと、その筋肉が使えない、ウェイトでつけた筋肉が使えないというよりは、つけた筋肉の能力を 100% パフォーマンスに生かしきれてないっていう方が正しいんですよね。トレーニングの原則の中に特異性の原則というものがあります。これはトレーニング効果はトレーニングしたようにしか現れないという原則なんですよね。簡単に言ってしまうと、スクワットやったらスクワットが上手になります。なのでスクワットをやって野球が上手くなる、サッカーが上手くなることはありません。だってスクワットだから、サッカーでも野球でもないので、スクワットやったらそれはスクワットが上手くなりますと。で、スクワットで使う筋肉が強くなりますよと。なのでスクワットをやっただけで野球で必要になる筋肉が強くなるわけでもないし、野球のスキルが上達するわけでもないですよということなんですよね。ここだけ聞くと、じゃあやっぱ筋トレでつけた筋肉使えねえじゃんっていうふうに思う方がいると思うんですけど、まあもうちょっとね、聞いてください。じゃあ次に、競技のパフォーマンスを上げるためにはどうしたらいいのかっていうことなんですよね。まあそれは当然ですね、競技のパフォーマンスを上げるためには競技の練習をしなきゃいけないわけなんですよ。その特異性の原則にのっとっていくならば、野球が上手くなりたいなら野球の練習をしましょうと、バッティングが上手くなりたいならバッティングの練習をしないといけないし、ピッチングが上手くなりたいならピッチングの練習をしないといけないわけなんですけども、あるパフォーマンスを発揮するためのベースになる体力がないっていう状態になっている方っていうのがまあいるわけなんですよね。例えば筋力の足りない人がいくらバッティング練習をしてバットコントロールが上手くなったところでホームランは打てないわけですよね。そのホームランになるだけのスイングがね、できるだけの筋力が備わってない。例えば130キロのボールが投げたいですと、でピッチング練習頑張ってフォームを固めたけど、130キロのボールを投げるだけの筋力とか、まあ、あとはその筋肉の柔軟性が備わってなくて、いくら技術練習をしても130キロのボールが投げれないとかね、そういう状況になってる選手がいたりするんですよね。そういう場合には、足りない筋力とか体力的な要素何かなっていうのを考えて、その体力的な要素を高めてあげる。例えばあなたは下半身の力が弱い、ハムとお尻の力が弱いので、もっとその筋力を強化しましょうということで、じゃあそのハムとお尻を強化するためにスクワットやりますよと。スクワットやってハムとお尻の筋力がつきましたと。でもこれだけだとまだパフォーマンスって上がらないんですね。そこから上がったハムとお尻の筋力をスポーツの動作の中で使えるようにする練習が必要なんですよ。筋力を高めた後で、じゃあそれをしっかりと発揮できるようにまた競技の練習をたくさんする必要があるわけなんですよね。で、そうやって筋力を高めた上で技術練習をしっかりとやることで、スポーツの動きの中でしっかりと高めた筋力っていうのを発揮することができる。これをですね、トレーニング効果の転移というふうに言うんですけども、トレーニングで筋力を高めるとか筋肉量を増やすっていうのは、技術を高めるためのベースを作るという意味では非常に大事になってくるんですけども、トレーニングでその土台を作った後は、それをしっかりと競技の動きの中で使えるようにするための競技の練習があって初めて使えるようになるんですね。
なので俺はウエイトで筋肉つけて筋力は上がったけどスポーツのパフォーマンス上がらなかったよっていう方は、ひょっとしたら上がった筋力とか増えた筋肉っていうのをスポーツの動作の中でしっかり使えるようにするための練習が足りなかったのかもしれない、そのための練習のやり方が悪かったのかもしれないということなんですね。なので一概にですね、ウェイトでつけた筋肉は使えないというふうには言えないんですよね。筋トレしただけでパフォーマンスが上がる可能性も低いっていうのは確かなんですよね。ということでね、筋トレでつけた筋肉は使えないってこう言いたくなる人の気持ちもね、わかるんですけども、自分の競技のパフォーマンスを高めるために必要な体力的な要素、筋力とかね、持久力とか柔軟性とか、そういうものをしっかりと見極めた上で、その足りない体力的な要素を補うための筋トレっていうのはスポーツのパフォーマンスを上げてくれる非常にいい助けになってくれるものなんですよね。どういうトレーニングが必要なのかっていうのをしっかり指導してくれる指導者、コーチが必要ではあるんですけども、正しく筋トレをしてあげる、でその筋トレで正しくつけた体力、筋力、柔軟性っていうのが競技の練習でしっかりと使えるようになれば、筋トレでつけた筋肉もしっかりと使えるようになるので、自分にとってねプラスだと思うものは何でもしっかりね取り入れて挑戦していただければなと思います。でスポーツ界で言ってる方いらっしゃるんですけど、競技で使う筋肉は競技の練習の中でつけるって言ってね、まあ、例えば、まあ、私野球やってて、まあ、野球でよくあるのは試合で使うよりも重たいバットを振ることでバットを振るための筋力をつけるとかね、試合で使うボールよりも重たいボールを投げることでボールを投げる時に使う筋力を鍛えて球速を上げるみたいなね、そういう練習がねあったりするんですけども、個人的にはねそういう練習はおすすめしません。スポーツの競技の動作に負荷を加えるようなそういうトレーニングっていうのはおすすめしません。なぜかというと、競技の動作に負荷を加えることで動きそのものが変わってしまう可能性っていうのがあるんですよね。やっぱりバットの重さが違えばバットの軌道も変わってくるもので、それに合わせてスイングフォームが変わってしまうとフォームがバラバラになってしまってパフォーマンスが落ちてしまう危険性もありますし、重たいボールを投げるような練習だとそれでね肩とか肘を怪我してしまうっていうケースもあったりするわけなんですよ。それだけ強い負荷が肩、肘、関節にかかってくるわけなんで、なのでそうやって怪我をしてしまったりとかフォームを崩してしまったりするリスクがあるので、まああんまりねおすすめはできないなと。専門のねトレーナーさんがどういうふうに考えてるかっていうのはちょっと分かんないところではあるんですけども、トレーニングのその原則にのっとって考えるとあんまりおすすめはできないなという感じなんですよね。で何よりもそのスポーツの動作に負荷を加えるっていう方式のトレーニングは筋力を上げたりとか柔軟性を増やしたりっていうことにものすごい効率が悪いんですよ。例えばじゃあ下半身鍛えるためにタイヤを押すとかね、タイヤ引いて走るとかね、そういうトレーニングするよりももうスクワット高重量担いでやった方がもう手っ取り早く筋力鍛えられますし、関節にかかる負担も少なくなるんで安全でもあるんですよ。なのでウェイトトレーニングっていうのはそれだけでスポーツのパフォーマンスを上げてくれるっていうものではないんですけども、筋力とか筋肉量、柔軟性といったその体力的な要素をより安全により効率よく高めるためにはものすごいいい手段なんですね。なのでしっかりと必要なね要素っていうのを見極める必要はあるんですけど、スポーツの動作に負荷を加えるようなトレーニングをするよりも実ははるかに効率よくですね体力を高めてくれる可能性があるっていうことは覚えておいていただいて、適切にですねウエイトトレーニング、筋トレを取り入れていただければなと思います。まあただやっぱりウエイトトレーニングって補助でしかないので、何よりもねしっかりと競技の練習をしていただくっていうのが一番ではありますけどね、まあ、特にそのジュニア世代のアスリートとか普段働きながらね限られた時間を使ってスポーツに取り組んでらっしゃる方なんかは補強にあんまり時間を取られて競技の練習ができなくなってしまっては本末転倒なので、しっかりと競技の練習に十分な時間を割いた上でその補助としてトレーニングを活用していただくのをお勧めします。ということで今回はウェイトトレーニングでつけた筋肉使えるのか問題に
について私の考えを解説させていただきました。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE でお得な情報を毎日配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄に新商品の情報を記載しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。